な。サッカーでも空手でもお前は俺のライバルだ。さあ行くぞ新田、俺たちにとって最高の戦いの舞台へ。クラブゲームス、キャプテン翼、戦えドリームチーム。なんだかワクワクしてきちゃって。国際スポーツ大会を間近に控えた若島津と新田は、精神統一のため若道流道場で空手の稽古に励んでいた。はあ、すげえ、若島津さんの三角蹴りがますます鋭くなってる。いや、俺もまだまだだな。心の乱れが技にも現れてしまってる。そんな、完璧に見えた若島津さんの技にもまだ課題があるなんて。大会前で少し心が浮ついているのかもな。このまま国際スポーツ大会に出場しても本来の実力を発揮することはできないだろう。今度の国際スポーツ大会はこれまでで一番大きな戦いになりそうですからね。俺、今から緊張でちょっと手が震えてますよ。緊張することは悪いことじゃない。その緊張に飲まれない強い心を持てばいいんだ。強い心か。どうした、不安なのか。いえ、そういうわけじゃないんですけど、俺に若島津さんのような強さがあるかなと思って。自信を持て、言った。お前は若道流の厳しい稽古に耐えてきたんだぞ。それどころか、お前は若道流奥義、はやぶさ蹴りまで見事に習得してみせたんだからな。俺が保証する。お前なら、その緊張や不安を乗り越えられるはずだ。そうだ、若島津さん、ちょっとだけ俺の稽古に付き合ってくれませんか。
闇雲に拳を突き出しても余計なことを考えちゃって集中できなくて。いいだろう。言っておくが、俺の指導は厳しいぞ。おっ、それくらいが俺にはちょうどいいですよ。よし、それならまずは基本からいくぞ。三点立ち、よーい。おっ、聖剣中段突き、始め。しまった。精神状態を忘れるなよ。試合の前にもう一度しっかりと思い出すんだ。本来の実力を発揮するためには、技や体だけじゃなく心も備えておかないといけないんだからな。はい、俺若道流に入門しててよかったです。これなら国際スポーツ大会も万全の状態で臨めますよ。俺の方こそ、新田がうちに入門してくれてよかった。ライバルがいる方が稽古にも身が入るからな。ライバル？俺が？あ、サッカーでも空手でも、お前は俺のライバルだ。さあ行くぞ、新田！俺たちにとって最高の戦いの舞台へ！
始め。はっはっ、そっ、うっ、てしまった。ふっ、せや、はっ、せっ、取った。な、なんだと、バカだ。向こうかな。すみほっ、へぬ、な。はっ、ふっ、なんだと、はっ、はっ、そっ、ふっ、ふっ、な。しまった、せっ、せや。しまった、むすなむ、へっ、そっ、へぬ、そっ、へっ、そっ、へぬ、そっ、そっ。そこまで。よし、まずまずだな。はじめ。えい、おい、せい、さ、おいの、えい、さ、せい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 、ここだ、さ、ここだ、さ、せい、おいの、もらったこっちにもらったこっちにもらったこっちにもらそこまで。どうでしたか、若島さん。ああ、はじめ。